ロロこと、テオドロ・フェルナンデス・名さんは、ペルー出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。元ペルー代表。22年間のキャリアをウニベルシタリオでポルテスで過ごし、同クラブでは、彼のつけていた背番号9は、永久欠番になっている。ロロは、母のレームンダ・マイズンとトーマス・フェルナンデスの8人の、子供のうちの7番目の子供として生まれた。ロ,ロは、 若い頃、冷酷にもサッカーをすることを禁じられたが、家で、こっそりと裸足でサッカーをしていた。荒れた土地だったので切り傷や怪我もあったが、サッカーをすることしかやることがなかったので、我慢をした。ロロは16歳の時、両親に勉強を続けるためリマに送られ、サッカーチームのシクリスタリまで、サッカー選手としてプレーしていた彼の兄のアルトゥーロ・フェルナンデスと共に暮らしていた。 アルトゥーロが一部のウニベルシタリオ・デポルテスに移籍した際、ロロもクラブに入るため、兄と少しトレーニングを積み、ウニベルシタリオ・デポルテスの会長で、1930年ワールドカップのプレイヤーだったプラシード・ガリンドにプレーを見せると、彼は契約することを決めた。ロロのプロサッカー選手としてのデビューは1931年11月29日。 CD マガジャーネスとのフレンドリーマッチで、その試合唯一のゴールを決めた。1932年、ファーストシーズンで、得点王に輝くと、その後もプリメーラディビシオンで、6度の得点王に、輝く。ロロは、チリやア,アルゼンチン、ヨーロッパなど様々な国から交渉を受けた。白紙の小切手を渡され、欲しい金額をかけという話まであったが、それらを受けることはなかった。 ロロの最後の試合は、彼が40歳の時の1953年9月30日、ペルー最大のダービーマッチと言われている、アリアンサリマとウニベルシタリオ・デポルテスとの試合で、彼がハットトリックを決めて4から2で勝利した。ロロは180試合、156ゴールで、ウニベルシタリオ・デポルテスで最も得点した選手である。 ロロは1935年から1947年にかけてプレーし、32試合で24ゴールという結果を残している。1936年、ペルー代表として出場した1936年ベルリンオリンピックでは、2試合で合計6得点を決めている。1938年のボリバリアンゲームズでは、ペルー代表のチームが優勝した。 1939年に行われたコパアメリカでは、1924年、1928年、アムステルダムオリンピック、1930フィファ、ワールドカップで優勝しているウルグアイ代表を2-1で破り、優勝した。同大会では7ゴールで、得点王に輝いている。ウニベルシュタリオレチララカミセタニュメロー QEN オーナー、A ロロ。 2019年2月23日閲覧。The First King of La You and Peru。2019年2月23日閲覧。ありがとうございます。